キスケボックスキスケボックスは愛媛県松山市にある複合商業施設 JR 松山駅前にありボーリングカラオケ天然温泉宿泊施設マージャン屋内型テーマパークがあるパチンコチェーンホームラングループのキスケが自社のパチンコ店ボーリング場敷地内で温泉を掘削して2001年に開業した2007年 建物の屋上にセダムを植えて屋上緑化を行う。緑化面積は約3700平方メートルで建物一棟の屋上緑化としては日本最大級である。日本人移住農民として日本統治時代の朝鮮にわたり農場経営や米国卸などをしていた日野木助が戦後日本に引き上げた後在日朝鮮人たちがパチンコ店で成功しているのを見て 自らも1952年頃に今治市場番町三丁目でパチンコ店サンスリーを開業パチンコチェーンホームランとして成功。キ助は温泉発掘もはじめ1960年代には伊予宝塚温泉開発者も経営。1960年には息子の日野広之が1972年にはキ助が衆議院議員総選挙に 愛媛県第一区より立候補したが、いずれも落選した。ひろゆきは、愛媛県内と関東一円に約70件のパチンコ店を経営し、1963年には、社会福祉事業家の高木秀夫と共に、精神障害者施設日野学園を創立のほか、日本遊戯関連事業協会副会長などを務めた。木助株式会社は1970年に木助の、 娘の山地テルコが中四国産業開発として創業、キスケボールを開業。テルコは1975年にホームラン有限会社取締役として法人税法違反で執行猶予付き懲役刑を受ける。同年、東京で不動産事業を開始し、球団中央ビル、竣工福岡パーキングを購入、以降、パチンコ店ホームランの支店を各地で開業し、 1993年よりカラオケ事業を開始。2001年に天然温泉をもとにキスケボックスを建設し、翌2002年に先代の名を取って社名をキスケと変更。2008年には本社を今治より松山に移転。キスケボックスのほか、パチンコ店、パオ、松山市、伊予郡、今治市で8店舗、マンションキロバイトコート、キスケビル、 ロードサイド物件、東京の新橋、五反田、日本橋室町などにキスケビルを所有し、パーキング事業も展開している。関連会社に不動産、労働者派遣、有料職業紹介を事業とする株式会社ドントドイがあり、創業者、テルコの孫でキスケ副社長の山地大輔が代表を務める。2008年4月現在、屈作した温泉は松山温泉として、 当施設で利用されている。また、2本目の源泉を掘削していたが、地下1700メートルから摂氏62.1度の温泉が湧き出した。同社では1号源泉と混合して、摂氏46.0度で露天風呂と大浴場で使用している。その他の湯船は、少し温めの1号源泉を使用している。中、効能はその効果を万人に保証するものではない。 ありがとうございます。